今回はシンプルなのに恐怖を感じる音楽を紹介していきましょう。第4位はサメの襲撃を題材にした人気パニックホラー映画ジョーズのテーマ曲です。この楽曲構成は至ってシンプル。隣り合った2つの音が行き来するだけの構成ですが、まるでサメが忍び寄ってくるような恐怖感が湧いてきます。ジョーズといえばこの BGM が自然と頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。第3位はホラーゲーム青鬼で、青鬼に追いかけられる時に流れる BGM です。徐々に上がってくる低いパートと不気味に繰り返される不協和音の高音が、何とも言えない恐怖感を感じさせられますね。この BGM は青鬼のシリーズによって様々なバージョンがありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。第2位は踏切の警報音です。隣り合った2つの音を同時に鳴らすだけの非常にシンプルな構成ですが、踏切を渡っている最中にこの警報音が鳴るととても驚きます。日常の中で耳にすることも多い音ですが、踏切の近くで聞くと電車が来る危機感と重なり、とても不気味さを感じさせられます。第1位は緊急地震速報の警報音です。トライトーンの不安定な響きが使われるこの警報音は、一瞬耳にしただけで脅迫的な恐怖感が押し寄せてきます。また瞬時に半音上がる構成も絶妙な不安感を演出させています。地震の多い日本では耳にすることを避けては通れない音ですが、しかし我々は忘れてはなりません。この音が多くの命を救っていることを。いかがでしたでしょうか。皆さんの知っている怖い音などもぜひ聞かせてください。